何が起こってもそこにあるものを工夫したりとか自分で考えて自分たちでこう切り開いていく力がつくんじゃないかなっていうふうに思っているので、そんな子どもたちのやりきるやりきったっていうことをきっちり保障していく関市の公立保育園であるといいなと思っています。いい子やった。おー、なんでスリーゴーグルゴーグルがゴーグルほら、出てきや子どもたちの方から今日はあれをする、どんどん遊びが生まれてくるみたいな感じで、生きる力とか自然を大事にするとか、虫や木やあの草花に興味を持ってすごく関心持ってるし、将来遊んだ経験があのいろんな時にあの生きてくるといいなって。ちっちゃいのいっぱいね。自分たちの知識がないところを補っていただいたり、自然にはこういう意味があるっていうことが教えていただくことで、やっぱり保育に生かせる。せーの、よいしょ。自分で感じて自分なりにどう解釈して自分で考えてっていう、やっぱり森は本当学びが無限なので、皆さんとチームでやらせてもらっているのはすごく自分にとってもまあ励みになりますし、自然の中で子どもたちが学び合える場でありたいなというふうには思ってますね。うわ、気持ちいい。何がいる？やったー、やったー、ニキー。自分の感覚で何かやってみても面白いんやな。で、これを僕が皆さんに発表したときに、あ、それ面白いねって言ってもらったときに、あ、これでいいや、これでいいや、楽しいんやなって自信にもなるし、手探りだった状態からこう認められることでやりがいもあるし、嬉しいなっていう時もすごく感じます。うわ、おじゃおじゃいる。先生たちがさ、もうすごい楽しみ始めて、自分でこう動き始めたっていうか、子供たちが生き生きしてるし、自分もその知識とか学び始めてちょっと自信もつくようになったので、もう行こうって言って結構自信持ってこう山にも行けるし、こうやって川があるところだと川にもちょっと慣れてきて、もちろんリスクとかもあるんですけど、やっぱすっごい子供がやっぱいい顔しだすので、自分たちが実際子供の時何してたかをさ、そのまま自然に一緒になって楽しんで遊ぶだけで十分伝わると思うし、うあのこうやって集まったり話をする機会に、なんか思ってることを交流できると、もっとここが足りないねとか、仲間の力やっぱ大人にとっても大きいですね、うんうん、頑張れ頑張れ、やったー、頑張れ、ダメー、頑張ったよ。スローロープですかね、ああいう知識もちょっと学ばせていただいたり、あんだけ川があると常に水が流れてて、そこで遊ぶってまた大きな経験やし、イタドリの時間の流れのゆったりとした流れっていうのがすごく心地よくって、なんかみんなで楽しめたっていうか、みんなですごいねって言い合えるこの仲間っていうのはすごい素敵だなって私は今日は本当感じました。その場で身をもって知ることっていうのの大切さをあの知ることができました。あの石の滑り台とかをもう本当に長いこと同じところでずっと同じ遊びを夢中になってやっているのが印象的で、あ、やっぱり本当に子どもたちがここで1日かけて楽しんでいるんだなっていうのが、そういう子どもたちの表情からも分かって、川で遊ばない子どもたちが今すごく増えてるから、なんかそういう姿勢をもっともっとなんか使えるといいのかなってすごく本当に改めて思いました。いけー、気持ちいいね。ありがとう、ありがとう。よいしょ、これ持ったよ、よいしょ、元気よく、せーの、ありがとう。